美女よりも肉じゃが、日本人と結婚したい、肉じゃが作りに励む台湾女子が話題。20代の台湾人女性ブロガーが、日本人男性の心をつかむなら肉じゃが作りを完璧にマスターしようと呼びかけている。ブロガーの中古こそはモデル風の笑顔で日本の男性を落とせると思っていたら大間違い。この時代、美女よりも肉じゃがの方が効果的と語り、料理が苦手な女性が増えてきたので、料理上手な子はポイントアップ。合コンに行った時に料理が趣味とアピールすれば高学歴の男子並みにモテモテよと自己リサーチに基づいた分析を書き綴っている。包丁がうまく使えず自分の指を切ってしまう私だけど、一生懸命肉じゃが作りを勉強しているわ。他の料理はどうでもいいけど、一生の幸せをつかむきっかけになる肉じゃがをマスターしなければと自分を励まし、肉じゃが結婚論を唱えている。日本人女性のブログを読んだり、日本のインターネット調査、彼女に作ってもらいたい手料理ランキングで肉じゃがが堂々1位になった事例も紹介している。また友人の日本人男性にアンケートを取り、肉じゃがは家庭的で温かさを感じる料理、可愛いエプロンを着た彼女が美味しい肉じゃがを作っている姿は和風の色気を感じるという意見を紹介した。とにかく美味しい肉じゃがを作れるようにならなければと目覚めた中古こそは、美味しい肉じゃがが作れるようになるまで研究するわ、日本人の彼氏ができるかどうかこの料理にかけていると宣言。コメント欄には励ましの言葉や、日本人の彼氏が欲しいので私も頑張るなど、日本人男性との結婚に憧れる台湾女子の声が数多く届いている。